1番石川東口純、2番栃木梶田舞、3番大阪門脇真由美、4番福島三森彩良、5番千葉美濃田麻里、6番福岡矢野照代、7番愛知戸目直美。以上のメンバーによる対戦です。人気の中心は2番車梶田舞です。初日はこの人らしい機敏な動きでした。5番車美濃田麻里、初日は同期の鈴木奈をマークしての2着です。7選手発走準備は整いました。先頭員三井勤選手がスタートしています。今構えての号令かかりました。まもなく第6レースのスタートです。号砲になりました。第6レースガールズ予選競争2がスタートです。ここは内から1番東口純、2番の梶田舞ですが、外から7番の戸目直美が上がって、戸目直美が誘導に追いついての1センター。2番手に2番梶田舞、3番手から1番東口純、3番が門脇真由美がいて、4番三森彩良、5番が美濃田麻里、最後尾に6番矢野照代です。1周回目の3コーナー、先頭は7番愛知の戸目直美、初日は前へ前にと踏んでいきました。3着に入っています。2番車梶田舞が2番手から、ガールズ屈指のオールラウンダー、初日はバックでうまく追い上げて、先まくりの石井貴子をしっかりと捉えていました。2周回目に入っています。3番手からは1番石川東口純、初日はスタートを取って前受けから矢野照代を迎え入れての競争でした。現在3番手にいます。4番手は3番車大阪門脇真由美、昨日はまくり打ったんですが石井貴子に合わされてしまったレース。続いて4番車福島の新人レーサー三森彩良、昨日はジャンで真っ先に動いていきました。4番三森彩良、その後ろには6番車福岡矢野照代、昨日はジャンで出て流して新人加藤舞の仕掛けに合わせきったレースでした。1番後ろは5番車千葉の美濃田麻里、初日は同期で仲の良い鈴木奈を終始マークした競争でした。1番後ろは5番車美濃田麻里です。今赤番を通過しました。打掌周回に入っています。誰が先に動くのか、まだ動きなく第2コーナー、ここで1番後ろから5番の美濃田麻里が動きを見せようとしましたが、もう一度7番手に下がりました。ここで4番の三森彩良がジャンで動きました。昨日もジャンのあたりで動いています。4番三森彩良が前に出ていきます。7番車の戸目直美がその動きを待っている形、今度アウトコースから6番の矢野照代も上昇です。今400を切っていくところで4番車三森彩良が主導権です。6番矢野照代が外から上がってくる。注目の2番車梶田舞は現在4番手から5番手あたり、2コーナーからバックストレッチで5番の美濃田麻里がまくっていきます。美濃田麻里のまくりに2番の梶田舞が乗っている形、200を切っての3コーナー、5番の美濃田麻里まくり切った、そして2番の梶田舞が早くも車を外に持ち出して第4コーナー、2番の梶田舞が先頭です。続いて1番の東口純、2番の梶田舞が先頭で5連、2番1番2番1番3番あたり2連勝梶田舞、しっかりと今日は三浦田麻里のまくりにより早めに仕掛けて直線一気です。それでは6レースリプレイをご覧ください。三浦田麻里が先に仕掛けましたが、うまく乗っていき2センターあたりからすっと踏み込んでいきました。追走は1番の東口純でした。リプレイスーパースローをご覧ください。1番静岡鈴木奈緒、2番大阪豊岡綾子、3番東京板根綾、4番山口渡口マリア、5番秋田加藤舞、
6番愛知大谷杏奈、なお7番石井貴子選手は当日欠場となっております。このレースは6名の対戦となりました。第7レースガーズ予選競争の2です。先頭員はトーサーケンジ選手が務めます。さあ鈴木奈央です。ここは人気の中心、昨日もいいまくりを放ちました。発走いたします。状態を起こしました鈴木奈央です。新人レーサー加藤舞、昨日早めに動いたレースを見せました。先頭移動員トーサーケンジ選手が今2センターです。号砲になりました。第7レースガールズ予選競争2がスタートです。5番の加藤舞と6番車の大谷杏奈、この2人が同時に上がっていきました。ここは5番加藤舞が誘導員に追いつく2コーナーです。2番手6番大谷杏奈、続いて4番の渡口真理亜が上がっていきます。3番が板根綾がいて、1番の鈴木奈央が現在5番手です。一番後ろが2番豊岡綾子です。1周回目の2センター、先頭は5番車新人レーサー加藤舞、初日は早めに動いたんですが矢野照代に合わされました。注目の1番鈴木奈央2番手に上がっています。昨日前段の動きをしっかりと見極めてまくっていきました。壁のようになった前段だったんですが難なくまくりきったレースです。3番手にいるのは6番車愛知の大谷杏奈、昨日は4コーナーコースを取れませんでした。4番手に3番車東京板根綾、初日は最終3コーナー一番後ろだったんですが3着まで突っ込んでいます。その後ろ5番手に4番車は山口渡口真理亜、昨日はかまし先行を打ちました。最後は力尽きたんですが見せ場十分の競争しています。4番渡口真理亜、1番後ろは2番車大阪豊岡綾子、初日は加藤舞のまくりに乗っている形で最後はバックでもまくりを打つ競争を見せています。2番豊岡綾子、今打掌周回に入りました。先頭は5番は加藤舞です。2番手に1番の鈴木奈央、3番手6番は大谷杏奈、4番手に3番の板根綾がいて、続いて4番車渡口真理亜、1番後ろは2番車豊岡綾子です。さあまだ動きはありません。ジャンが鳴りました。5番の加藤舞、そのまま押し出されていくのか2センター、後ろを一度確認しています。5番の加藤舞です。2番手追走1番鈴木奈央です。4コーナー終わったホームストレッチ、ここで4番の渡口真理亜が仕掛けました。勢いよく仕掛けていく5番の加藤舞も踏み込んでいく。最終今円第2コーナーで4番の渡口真理亜が先頭に立った。そして1番の鈴木奈央が2番手にいます。その後は6番の大谷杏奈がいて、外に2番の豊岡綾子、200を切っての3コーナーで仕掛ける1番の鈴木奈央、番手から出ていきます。4番渡口真理亜をかわしていく1番の鈴木奈央、一気に先頭。4コーナーまた1番の鈴木奈央先頭、そして6番の大谷杏奈、1番6番3番が足り。第7レースガールズ予選競争の2、しっかりと今日も持ち味発揮、一気に踏み込んで後続を引き離したの一着ゴールです。リプレイをご覧ください。渡口真理亜も今日も見せ場を作ったレースでしたが、鈴木奈央が一気に仕掛けて先頭ゴール、1番6番続いてスーパースローです。